います。いいと思います。はい。逆に言えばあっちで行った方が距離が取れる。そうなんだね。いやもうリハの気持ちね。真ん中にいた。気になったのさ。だけどね。よくも悪くも気になったな。ジーラもそうだったし、あれさ、後半思い出したけど、いつもの人だよね、照明のね。マスクしてるから。わかんねえんだよな。ジーラだって、リハ前にミーティングさせてください、楽屋でみんな集合して、こういうふうにやりたいんです、ですか。あ、本当。俺らはこういうふうにやってきてるって、こういう感じだったから、こういう感じでやったらどうって、なるほど。で、よかった、できた。うんうん。昨日結局さ、マサルさん見てもらえたんだよ。おー、ほんとか。高橋残ってて。あ、まだあんじゃん。キャッツって言ったら見た見た。あ、そうだ、怖かったっすよ。怖かった。怖かった。ほんと？入りたくなった？だから入ったらただのスリーですから。で、そこ、多分今集中時期だ。目をつぶるなよ。こうやって見てんなと思って、見てねえのかよ。ソーシャルディスタンスを守るため着席位置には座席のご移動などないようご協力お願いします。ライブ中は着席での観覧をご協力お願いいたします。配信中嬉しかったもんな。嬉しいです。嬉しいな、なんか、うん、あと一個今思ったのが、
ありがとう、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 本当強く願っていくっていうことで、なんかちょっとずつこのツアーは本当黒く塗り続けたという決めろも皆さんと今配信ご覧の皆さんと一緒に絶対できるぞ、何か絶対やるぞというふうに思っております。こんな苦境ですけども、皆さんなんとか本当にしっかり恐れて、しっかり対策して、しっかりと一歩一歩いければキネマは今たどり着くかなと思っております。今日はどうもありがとう、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 サンキュー、ありがとう、ありがとう、サンキュー、ありがとう、大きにということで、ザ・ドラッグモニドラバンド社どうもありがとう、ロッキーありがとう。